ここは右バッター監督さん、コーチの斉藤コーチがマウンドにするんですけれども、何かするか、タイミングが見えるという際に三遊間抜けていった打球はレフト前に行き、あっとここで中島は止めます、止めます、止めて、しかしちょっとってくるでしょう稲本。高めの球、惜しくも外れて、場面で出てくる直樹、滋賀県日立高校出身の4年生と低め、低めですが、押し出しのフォアボールを許してしまいます。遠いもんだっていう感じですか。わっと詰まった打球ですが、センター方向ポテンと落ちます、落ちました。いい打球ではなかったんですけれど、そうですね、刺りましたね、下塁になってますからね、バッテリー、ここはいい打球がライト方向を襲っていきますが、まさかこれは恐ろしい打球、まあ、風にも負けない、今日初スタメンで、本当ですね、オンダがマウンド上上がっています。テンポのいいピッチング、ここは変化球、サード方向少しファンブルしますが、慌てず一致理想、ガーッとちょっと慌てて送球それました。その打球はセンター方向、抜けていい、センター前ヒット、わーっとここ見てみたらしっかり投げてくる、そこに三塁ランナーは一本塁、いつもと今日2安打目、勝負していきたいところ。あっと、いいバッターと思うんですよね。ああ、いい打球、三遊間抜けていきます。三塁ランナーの三木が本塁。おお、ここは入ってきた球を打ちました。ライト方向、大きい打球ですが。ワンライト、フライト。全然ありますね。はい、どんどんね、投げてきますね。ここは空振り三振と8対1で、日本体育大学の勝利となりました。